数学の哲学は哲学の一分野で数学を条件づけている哲学的前提や哲学的基礎、そして数学の哲学的意味を研究するものである。数理哲学という用語がしばしば数学の哲学と同義語として使われる。しかしながら数理哲学は別の意味を少なくとも二つ持っている。一つは、例えばスコラ学の進学者の仕事や、 ライプニッツやスピノザの体系が目標にしていたような美学、倫理学、論理学、形事上学、進学といった哲学的主題をその主張するところでは、より正確かつ厳密な形へと形式化するプロジェクトを意味する。さらに、個々の数学の実践者や考え方の似た現場の数学者の共同体が日頃、抱いているものの考え方を意味する。 数学の哲学で繰り返し検討されているテーマには以下のようなものがある。歴史上多くの思想家が数学とは何かに関して彼らの考えを明らかにしてきた。今日でも数学の哲学者たちの中にはこの種の問いとその成果をあるがまま説明しようとする人々もいるが他方で単純な解説に飽き足らず批判的分析へと進む役割を持って認じる人々もいる。 西洋哲学と東洋哲学の両方に数学的哲学の伝統がある。西洋の数学の哲学はピタゴラス教団の教祖ピタゴラスを源流として数学的対象の存在論的地位を研究したプラトンと論理学や無限に関する諸問題を研究したアリストテレスにまで遡る。数学に関するギリシア哲学は彼らの幾何学の研究の強い影響のもとにあった。 かつて、ギリシア人は、1は数ではなく、むしろ2意の長さの単位であるという意見を持っていた。数は、騒であると定義された。それゆえ、例えば、3は単位長の多を表しており、本当の意味の数では、決してなかった。また同様の理由で、2は数ではなく、1体という基本概念であるとする議論が行われた。この理解は、直線、辺、コンパスという、 多分に幾何学的なギリシアの視点に由来している。その視点とは、幾何学的問題において描かれた、いくつかの線が最初に描いた任意の長さの線との比で、測定されるのと同様に、数からなる線上に置かれたそれぞれの数は、任意の始めの数つまり1との比で測定される、というものである。これらの初期のギリシアの数の概念は、 後になって2の平方根が無理数であるという発見によって打ち倒された。ピタゴラスの門人であるヒッパソスは単位正方形の対角線はその辺と通訳不能であることを示した。還元すると彼は単位正方形の対角線とその辺の比を正確に表す数が存在しないことを証明した。これが原因となりギリシアの数学の哲学は 再検討されることとなった。伝承によれば、この発見によって傷つけられたピタゴラス教団の教徒たちは、ヒッパソスが彼の遺憾な考えを広めるのを防ぐために彼を殺害した。ライプニッツと共に、焦点は数学と論理学の関係へと強力に移動した。この見方は、フレーゲトラッセルの時代を通して数学の哲学を支配したが、 19世紀周期と20世紀初頭における発展によって疑問を付されるようになった。数学の哲学の変わらない課題の一つは論理学と数学の双方の基礎につながる相互の関係に関わっている。20世紀の哲学者が本記事の冒頭に掲げたような様々な問いを立てていく中で20世紀の数学の哲学は形式論理学、集合論、 基礎付けの問題への目立った関心によって特徴を付けられる。一方で数学的心理が避けがたく必然的であるように思えるのに他方でその心理性の源泉が捉えどころがないままなのはなかなか理解しがたい謎と言える。この問題の研究は数学の基礎付けのプログラムとして知られる。20世紀の初め数学の哲学者たちはすでに これらすべての問題に関して、数学の認識論と存在論をどのように思い描くかをめぐって、多様な学派に分かれていた。三つの学派すなわち、形式主義、直感主義、論理主義がこの時現れたのは、部分的には、それまで当然のことと考えられていた確実性と厳密性の基準を、当時の数学、特に解析学が満たしていないのではないかという当時、 広がりつつあった懸念への応答であった。当時この問題は、勝品の課題であり、問題の解決を試みるのであれ、数学には、我々の最も信頼できる知識という地位を授かる、資格がないと主張するのであれ、どの学派もこの問題に取り組んだ。20世紀の初めに、形式論理学と集合論が驚くべき、そして反直感的な発展を遂げた結果、 数学の基礎と伝統的に呼ばれてきたものに関係する新たな疑問が生じた。紀元前300年前後のユークリッドの時代以来、郊里に基づく手法は数学の自然な起点だと受け止められていたが、20世紀が進むにつれ当初の関心の焦点が拡張され、数学の基礎的な郊里に対する制限のない探求へと至るようになった。郊命題、 そして証明といった観念、そしてまた数学的対象の命題の真理についての観念が形式化され、数学的に扱うことが許されるようになった。セルメロフレンケルの小理系は、多くの数学的議論を解釈する概念的枠組みを提供するものとして、集合論を定式化した。物理学におけるのと同様に数学においても、新しい、予期しないアイデアが登場し、 特筆すべき変化が訪れた。ゲーデル数によって数学理論の無矛盾性の研究が可能となった。検討されている数学的理論がそれ自体数学的研究の対象となるという反省的批判をヒルベルトは超数学または証明論と呼んだ。20世紀の中頃、見論として知られる新たな数学理論が 自然言語による数学的思考に対する新たな競争者として登場した。しかしながら20世紀が進むにつれまさに当初提起された基礎づけに関する疑問自体がいかによく基礎づけられるのかというところへ哲学的関心は広がっていった。ヒラリー・パトナムは20世紀後半の35年間の状況についての一つの共通見解を次のように要約した。 哲学が科学における誤りを発見したときは、しばしば科学は変わらざるを得ない。例えばラッセルのパラドックスがあるし、バークリーの現実的無限症への批判も思い浮かぶ。しかし、それよりも変わらなければならないのは哲学であることの方が多い。私には哲学が今日の古典的数学に見出している困難が真の困難とは思えない。そして、 私は我々が司法発方から提案されている数学についての数々の哲学的解釈は誤っており、哲学的解釈はまさに数学が必要としていないものだと考えている。プトナム169から170、今日、数学の哲学は数学の哲学研究者、論理学者、数学者によっていくつもの異なる研究の方向に進んでおり、 この主題に関する多くの学派が存在する。次の節で、これらの学派を個別に取り上げ、彼らの仮説を説明する。実在論が一般にそうであるように、数学的実在論も、また、数学的実態が、人間の心とは離れたところに実在していると考えている。それゆえ、人間が数学を発明したのではなく、数学を発見したのだ、ということになる。 宇宙に別に知的生命がいるとすれば、それがどんな存在であっても、同じように数学を発見するであろう。この観点から言えば、発見されうる数学はたった一種類だけである。例えば、三角形は真の実体であり、人間の心が生み出したものではない。現場の多くの数学者は、数学的実在論者であった。 彼らは彼ら自身を自然に発生する対象の発見者だとみなしている。数学的実在論者の例にはポール・エルデシュやクルト・ゲーデルも含まれる。ゲーデルはある意味で感覚的知覚と同様に知覚されうる客観的な数学的実在を信じていた。彼らによれば無媒介にまであると考えられる確実な原理というものがいくつかある。しかし、 連続体仮説のように、そのような原理だけを基にしては、決定的に証明することができない仮説もある。ゲーデルによれば、このような仮説を合理的に仮定するのに、十分な証拠を提供するために、純経験的な方法論を用いることができる。どんな存在が、数学的実体であるのか、また、どうすれば我々はそれらを知るのかをめぐって、実在論の内部に、 いくつもの異なる立場がある。プラトニズム実在論の一形態としてのプラトニズムは、数学的実態が抽象的であり、空間的時間的ないし因果的な性質を持たず、永遠不変のものであると考えている。数というものについて多くの人々がこのような見解を抱いているとしばしば主張される。プラトニズムという用語が使われる理由は、このような観点が、 普遍かつ究極的な実在に対して日常的世界がその不完全な禁止であるに過ぎないとするプラトンのイデア界の強説とパラレルであるように見えることに由来する。プラトンの洞窟とかプラトニズムという言い方には表面的というにとどまらない深い意味がある。なぜなら古代ギリシアではピタゴラス教団が広範な人気を誇っていたがこの学派によれば世界は 文字通り数から生まれたのであり、そしてこの学派は時間的にプラトンの思想に先行しており、おそらくプラトンの考えはこれに影響を受けているからである。数学的プラトニズムの主要な問題は次のようなものである。数学的実体は正確にどこにまたどのように存在するのか、また我々はそれをどのように知り得るのか。 我々の物理的世界と完全に分離され、数学的実態によって占有された世界があるのかどうすれば我々は、その分離された世界に接近でき、数学的実態についての真理を発見できるのか一つの答えは、数学的宇宙仮説の理論であろう。この理論に従えば、数学的に存在するすべての構造は、それ固有の世界において、物理的にも存在するものとされる。 ゲーデルのプラトニズムは我々を数学的対象の直接的な知覚へと導く特別な種類の数学的直感を前提にしている。この考え方はフッサールが数学について語った多くのことと類似しており、数学的知識は総合的かつアプリオリであるとするカントの考えを支持している。フィリップ・ j デイビスとルーベン・ハーシュは強著。 数学的経験座マッセマティカルエクスペリエンスにおいて多くの数学者は日頃はまるでプラトニストであるかのように振る舞っているのに慎重にその立場を表明せざるを得ない時には形式主義に交代することがあると指摘した数学者の中にはさらに微妙に異なるバージョンのプラトニズムに帰着する見解を抱く者もいるこういう考え方はネオプラトニズムと呼ばれることもある 論理主義論理主義は、数学は論理学に還元可能で、ゆえに、数学は論理学の一部以外の何者でもないという定勢である。論理主義者の考えでは、数学はアプリオリに知ることができるが、我々の数学の知識は、我々が論理学全般について持っている知識の一部分に過ぎない。そのため我々の数学知識にとって、 いかなる数学的直感の特別な能力も不要で、命題の分析をすればよい。論理主義に従えば、論理学が数学の固有の基礎であり、すべての数学的言明は必然的な論理的真理である。ルドルフ・カルナップは論理主義の論点を2点提示している。数学の概念は、論理学的概念から明示的な定義を通して導きうる。 数学の定理は論理学的公理から純粋に論理学的な演疫によって導き得る。コットロープ・フレーゲが論理主義の創始者であった。独創的な論文、三述の基本法則、大グランドが説でアリスメティックの中で彼は内方性の一般原理を用いて一つの論理学体系から数学を作り上げている。この内方性の一般原理を彼は 基本ルール V と呼んでいる。彼はこの原理を論理学の一部として受け入れることができると考えた。しかし、フレーゲの構成には欠陥があった。ラッセルが基本ルール V に矛盾があることを発見したのである。これがラッセルのパラドックスである。この後すぐフレーゲは彼の論理主義のプログラムを捨てたが、ラッセルとホワイトヘッドが後継者となった。彼らは このパラドックスを悪循環に由来するものとし、これを扱うために分岐タイプ理論なるものを作り上げた。この理論を用いれば、最終的に近代数学の多くの部分を作り上げることができるが、しかしその数学は部分的に変更されており、また非常に複雑な形式となる。彼らはまた数学の大部分を構築するために、 還元氷理をはじめとするいくつかの妥協をしなくてはならなかった。ラッセルでさえ、この氷理は実際には論理学に属するものではない、と述べたほどであった。現代の論理主義者はや、クリスピンライト、おそらくは他の人々もフレーゲのものに近いプログラムに回帰している。彼らは基本法則部位を捨ててしまって、ヒュームの原理のような抽象原理を支持している。 フレーゲは数の明示的な定義のために基本法則 V を必要としたが数のすべての性質はヒュームの権利から導き出せる。これはフレーゲにとって不満の残る権利であっただろう。実際のところ数さんがジュリアスシーザーと同一である可能性を排除しないからである。加えて彼らが基本法則 V を置き換えるために採用せざるを得なかった。 弱められた原理の多くは、もほやそれほど、明白に、明大分析的ではなく、従って、純粋に論理学的でもないように思える。もし数学が論理学の一部分であるならば、数学的対象に関する疑問は、論理学的対象への疑問へと還元される。しかし、それでは、論理的概念の対象とは、何なのか。この視点からは、論理主義は、 完全な回答を与えることなく、数学の哲学に関する疑問を、論理学に関する疑問に移動させたように見えるかもしれない。経験主義経験主義は実在論の一種であるが、数学がアプリよりに知られ得るということを全く否定するものである。経験主義はちょうどすべての他の科学の事実がそうであるように、我々は経験的な探求によって、 数学的事実を発見するとする。経験主義は20世紀初頭に衝動された古典的な三つの立場とは別に同世紀中央に最初に成立した。ただし同様の見解は先駆的にはジョン・スチュワート・ミルが提起していた。ミルの見解は広く批判された。なぜならその見解に従えば2にイコール4のような言明でも不確実で偶然的な真理に過ぎず、 二個の事物が二組合わさると四つとなることを観察することによってしか学ぶことができないものとされてしまうからである。クワインとパトナムによって定式化された現代の数学的経験主義の主な論拠は不可欠性論法である。これは数学はすべての経験科学にとって不可欠であり、もし我々がその科学によって記述される現象の実在性を信じたいのであれば、 我々は、その技術のために必要とされるそれらの事物の実在性もまた信じなくてはならない。つまり、電球があのように振る舞うのは、なぜなのか述べるために、物理学は電子に言及しなければならないのだから、電子は実在しているはずである。科学が、その説明を提供するのに数について語る必要があるのだから、数は実在しているはずである。 クワインとパトナムの哲学全体からは、これは自然主義的な議論である。この立場は、数学的対象の存在を経験の最善の説明として論じ、そのようにして、数学からそれを他の科学から区別しているものを剥ぎ取る。パトナムは、プラトニストという言葉を、いかなる本当の意味での数学的実践にも必要とされない特定の存在論を示唆する言葉として、 強く拒否した。彼は一種の純粋な実在論を擁護した。それは真理についての神秘的な考え方を拒否し、数学における純経験主義を大いに受け入れるものであった。彼は純粋な実在論という言葉を生み出すことに関わった。数学についての経験主義的な見解への最も重要な批判は、ミルに対して提起されたものとおおよそ同じである。 もし数学が他の科学と同じだけ経験的ならば、そのことは数学の結果も他の科学の結果と同じだけ誤りやすく同じだけ偶然的であることを意味している。ミルの場合は経験的正当化は無媒介的になされたが、クワインの場合は間接的で科学理論全体の整合性を通してなされる。クワインが指摘するところでは、 数学が完全に確実なように見えるのは、数学が演じている役割が我々の信念の網の非常に中央にあるからであり、それを修正することは我々にとって不可能ではないまでもとてつもなく困難だからである。クワインとゲーデルのアプローチの欠点をそれぞれの面から克服しようと試みる数学の哲学については、ペネロップマディの著書、数学における実在論。 リアリズムインマスマティクスを参照せよ。形式主義形式主義とは、数学的言明はいくつかの記号列の操作ルールの、帰結についての言明とみなして良いと考えるものである。例えば、ユークリッド幾何学というゲームにおいて、ピタゴラスの定理が成立するということは、証明可能である。形式主義によるなら、数学的真理とは、数とか集合とか三角形といったものについての、 真理ではない。実のところ何者かについての真理などでは全くない。別の種類の形式主義はしばしば演繹主義という名前で知られている。演繹主義によればピタゴラスの定理は絶対的な真理ではなく相対的な真理である。もしゲームの規則が真になるような仕方で文字列に意味が与えられるならその時定理をまと認めなくてはいけない。 あるいはむしろ、それに与えられた解釈が真なる原名であると、しなければならない。他のすべての数学的原名についても、同じことが真とされる。それゆえ、形式主義では、数学は意味のない記号ゲームに過ぎないと考える、必要はない。ゲームの規則が妥当する、何らかの解釈が存在するということが通常、期待されているからである。しかし、形式主義によって、 現場の数学者たちは仕事を続けることができるし、いくつかの問題を哲学者や自然科学者に委ねることができる。多くの形式主義者は、どんな氷系を研究すべきかは、実際上、自然科学や他の数学領域の要求によって示唆されると、言うであろう。ダフィット・ヒルベルト形式主義を唱えた初期の最も、有名な人物は、ダフィット・ヒルベルトであった。 ヒルベルトのプログラムとは、数学全体を完全かつ無矛盾な仕方で、合理化しようとするものであった。ここで無矛盾とは、体系上いかなる矛盾も生じないということである。ヒルベルトは、有限算術は、無矛盾であるという仮定条件の下で、数学の体系的無矛盾性を示そうとしたのである。しかし、完全かつ無矛盾な数学体系を作り出そうという、ヒルベルトの目標は、 ゲーデルの第二不完全性定理によって完全につい得た。不完全性定理によれば十分な表現力を持つ無矛盾な氷体系は自身の無矛盾性を決して証明できないからである。このような氷体系は必ず有限算術を解体系として含むことになるから、ゲーデルの定理は有限算術に関する体系の無矛盾性が証明、不可能であることも含意している。 それゆえ、無矛盾であると証明しようとしている体系よりもある、意味で強力な無矛盾性を数学体系が備えているのだということをまず前提しておかなければ、数学のどんな氷体系も実際に無矛盾であることを示すことはできないことになる。初期のヒルベルトは、遠慮主義者であったが、上記のように、メタ数学的方法が本質的に有意義な結果を生み出すと考え、 有限算術に関して実在論の立場に立っていた。後年にはどんな解釈を取ろうとも、有意味な数学は他に一切あり得ないという見解を持つようになった。ルドルフ・カルナップ、アルフレト・タルスキ、ハスケル・カリー,ーラ他の形式主義者たちは、数学とは形式小理系の研究のことであると考えた。数理論理学者は、形式体系を研究しているが、 形式主義の立場に立つ研究者も、実在論の立場に立つ研究者も、同程度にいる。形式主義の信奉者は、論理学や非標準的数形、新しい集合論などといった、新たなアプローチに対して比較的寛容であり、これらのアプローチを推進している。我々が研究するゲームが多ければ、多くどよい。もっとも、例に挙げた、この三つのアプローチの動機づけになっているのは、 全て現在の数学的ないし哲学的関心である。ゲームは通常恣意的なものではないのである。形式主義に対する主要な批判は数学者たちの念頭にある現在の数学的概念は前述した非合列操作ゲームとは縁もゆかりもないということである。例えば形式主義はどんな小売系を研究すべきかという問いに対しては沈黙する。 形式主義的観点からは、どの売系も同等に言う意味だからである。近年では、形式主義の立場に立つ数学者たちの中には、我々の形式的な数学知識のすべてを、コンピュータ読み取り可能な形態で、体系的に高度化することを提案した者たちもいる。これによって、数学的証明の自動検証が容易に行えるようになり、 数学理論とコンピュータソフトウェアの発展のために双方向定理証明を用いることができるようになるというのである。この考え方はコンピュータサイエンスと密接に結びついているので、計算可能性研究の流れの下で数学的直感主義と数学的構築主義を擁護することにもなった。概略は QED プロジェクトを参照。数学における直感主義とは、 非経験的な数学的心理はあり得ないをモットーとする方法論的改革のプログラムである。直感主義の信奉者はこのモットーを出発点に彼らが強制可能であると考えた数学の一部分について存在、生成、直感、知識といったカント的概念に従って再構築しようとした。運動の創始者であるブラウアーは数学的対象は アプリオリな形式の意思作用から生じるのであり、この意思作用が経験的対象の知覚を活気づけるのだとした。レオポルト・クロネッカーは自然数は神に由来し、他のすべては人間の産物であると述べている。直感主義用語派の主要人物はいかなる種類の形式化された論理学も数学にとって有益でないとしたブラウワーであった。彼の学生であったアレン・ハイティングは 直感論理を定式化した。これは古典的なアリストテレス論理学とは異なるものである。直感論理は排除率を含まず、従って排理法を認めない。また、直感主義的集合論の多くにおいては、若干の例外を除いて選択行理も退けられている。直感主義に基づいて後年行われた重要な研究としては、エレット・ビショップによるものがある。 ビショップは実解析の主要行為を直感主義的観点から定義し直し、その証明を行おうとした。直感主義の明白な構成という用語の定義は曖昧であり、批判を浴びた。この欠陥を補うためチューリングマシーンや計算可能関数といった概念を用いることが、試みられ、有限なアルゴリズムの振る舞いに関する問題だけが、有意味であり、 数学的研究の対象であるべきであるといった主張がなされた。アラン・チューリングによって提案された、計算可能数の研究も行われた。したがって、直感主義のアプローチがしばしば、コンピュータサイエンスの理論と結びついているのも不思議なことではない。直感主義と同様、構成主義もまた、一定の意味で明白に構成することのできる、数学的なものだけが、 数学的言説において認められるべきであるという規制原理を主張する。この考え方によれば、数学とは人間の直感の営みであって、有意味な記号を用いたゲームなどではない。そうではなく、数学とは我々が心的活動を通じて直接作り出せるものに関係している。また、公正主義の支持者たちの中には、非公正的証明を拒否する者も,もいる。 数学におけるフィクショナリズムは1980年にハートリー・フィールドが数を用いない科学サイエンスウィズアウトナンバーズを出版し、その中でクワインの不可欠性論法を知り添け、実際に覆した時に有名となった。クワインは数学は私たちの最も優れた科学的な処理論のために不可欠であり、 従って、独立に存在する事物について言及する心理の主要部として受け入れなくてはならないとしたが、フィールドは不可欠ではなく、従って実在的な何者にも言及することのない虚偽であると指摘した。彼はこれを全く数と関数を用いることのないニュートン力学の完全な氷系を提供することによっていった。ヒルベルトの氷系のマニュアルという概念を使って、 座標をつけることなく空間を特徴づけることをはじめ、それまではベクトル上によって行われていたことをするために点の間のさらなる関係を加える。ヒルベルトの幾何学はそれが抽象的な点について述べるため数学的である。しかしフィールドの理論においてはこれらの点は物理的空間における具体的な点であって、 そのため特別な数学的対象は全く必要ない。どのように数学を使うことなく、科学を行うかを明らかにして、彼は、数学を役に立つフィクションという地位に復権させた。彼の示したところによれば、数学的物理学は、彼の非数学的物理学の保守的な拡大の一つで、あり、数学はその物理的現象への応用が全てまで、あるような信頼できるプロセスではあるが、 それ自体の原名は、偽なのである。したがって、私たちが数学を行うとき、万が一、数が存在するならばと、私たちは自分たちがある、種の物語を語っているに過ぎない。フィールドにとって、ちょうど、シャーロック・ホームズは、ベーカー街221バイトに住んでいるという、原名が偽なのと同じように、2にイコール4といった原名は、偽なのである。最もっとも、 これらの両方の言名とも適切なフィクションに基づけばまではあるが、この説明によれば数学だけに特有の形上学的または認識論的な問題は存在しない。残された問題は非数学的物理学についての一般的な問題とフィクション一般についての問題だけなのである。フィールドのアプローチは非常に影響力があったが、今日では広く拒絶されている。 これは、一つには、フィールドの還元を行うために二階の論理の強い断片が必要とされるからであり、また彼の保守的な理論の言名は、抽象的なモデルや演劇に対して量化を必要とするように思えるからである。他の意義としては、量子論や周期表のようないくつかの科学の成果を、数学なしでどのように得ることができるのかはっきりしない、というものがある。もし、ある元素を、 他の元素と区別するものが、電子や中性子、陽子の数に他ならないならば、どのようにして、数の概念なしに元素を区別すればよいのだろうか。身体化理論によれば、数学的思考は、我々の物理的世界に損する認知機関の自然な、派生物である。例えば、数という抽象的な概念は、理算的な対象を数えるという経験に源を持つ。 数学は普遍的ではないし、いかなる本当の意味でも人間の脳の中以外には存在するわけではないとする。数学は人間によって発見されたのではなく人間によって構築されたのである。従ってこの観点においては物理的宇宙はまた数学の究極的な基礎とみなされる。それは脳の進化を導き脳が どのような問題について調査する価値を乱すのかを決定した。しかし、人間の心にはことさら実在性を要求する傾向も、数学をもとにして作り出された実在性への特別な接近法も持ってはいない。オイラーの等式のような構成物が真であるとすれば、それらは人間の心と認識の写像としてなのである。したがって、身体カリロンは、 数学の有効性を、数学は脳によってこの宇宙で有効であるようにと、構築されたからであると説明する。この視点による有名な論述は、ジョージ・レイコフとラファエル・ヌニエスの、数学の認知科学、Where Mathematics Comes From である。加えて、数学者、キース・デブリンも、著書、数学的本能、ザマス・インスティンクトにおいて、似たようなコンセプトを検討した。 この視点から喚起されたさらなる哲学的なアイデアについては、数学の認知科学を参照のこと。社会構築主義や社会的実在論の理論では、数学を何よりまず社会的構築物として見る。つまり、文化によって変化や変更が行われる生産物と見る。自然科学の他の部門と同じく、数学もまた一つの経験的試みであり、 その成果は絶えず検証され、場合によっては放棄されるかもしれないとされる。とはいえ、経験主義的には検証とは、現実とある種の比較を行うことであるのに対して、社会構築主義が強調するのは、社会集団における研究上の流行や研究に資金供給する社会の必要に応じて、数学研究の方針が決定されるこということである。ただし、 こうした外部的な力によってある種の数学研究が変えられてしまうということがあるにせよ、数学的な伝統、方法、問題、意味や価値といった数学者たちが文化適応している様々な内的制約も、また数学という歴史的に決定された学問分野を保持していく上で強力に働いている。以上の考え方は現場の数学者たちが従来感じてきた。 数学とはいずれにせよ、純粋ないし客観的なものであるという信念とは相入れない。しかし、社会構築主義の立場からすれば、数学の基礎には実際にはかなり不確実なものがある。数学的実践が変化すると、かつての数学の地位に疑問が投げかけられ、現在の数学者たちの共同体によって、要求ないし要望される水準に変更される。 解析学の発達が、ライプニッツやニュートンの微積分法の再検討から生まれた時、こういう変化が起こったと言える。社会構築主義の立場からは、さらに、完成された数学が大きすぎる地位を与えられていることが多いのに対して、まだしっかりとした証明をされていない、いわゆるフォーク数学の方は、合理的証明や数学的実践における、ピアレビューに重きを置きすぎているせいで、 十分に評価されない。しかし、それでは厳密に証明された成果が強調されすぎていると言っているだけに思えるかもしれない。残りはすべて混乱して不確実だというわけである。数学が社会的なものであるということが最も明白なのは数学のサブカルチャーにあたる分野である。主要な発見がある数学部門で行われ、 他の数学部門にも関連しているということがあり得る。それでも、数学者たちの間に、社会的つながりがなければ、関係は発見されないままになる。社会構築主義の立場からは、それぞれの部門はそれぞれ認識共同体を形成しており、コミュニケーションをしたり、数学の様々な分野を横断する統一理論を研究しようと考えたりするのは大変難しいと言える。 社会構築主義の立場からは、数学をするというプロセスは現実に意味を作り出すことなのである。他方、社会実在論の立場からは、人間の抽象化能力や人間の認知バイアスや数学者たちの集団的知性の不足によって、数学的対象という実在世界の理解が妨げられているとされる。社会構築主義では、 数学の基礎の探求は失敗せざるを得ないし、無駄かつむ意味であるとして拒絶されることもある。社会科学者によっては、人種差別やエスノセントリズムの影響を受けているとする説もある。これらの考え方の中にはポストモダニズムに近いものもある。社会構築主義への寄与は、イムレ・ラカトシュやトマス・ティモチコによって行われてきたが、両者を社会構築主義者と呼んでよいかは、異論もある。 もっと最近では、ポール・エルネストが、社会構築主義的な数学の哲学を明白に、定式化している。ポール・エルデシュの仕事が全体として、社会構築主義を進歩させたと考える者も,もいる。エルデシュ数などを通じて、数学が社会的活動であるということの研究へと人々を促したという点で、エルデシュの後半な寄与は、唯一無二のものだからである。ルーベン・ハーシュも、 また社会的な数学観を奨励し、それを人文主義的アプローチと呼んだ。これはアルビン・ホワイトのアプローチに似ているが、細部は異なる。ハーシュと協調を記したフィリップ・ジェデイビスも、また社会構築主義的な数学観に賛同していることを表明している。社会構築主義アプローチへの批判は、それがサジにばかり執着し、 数学が人間の営みであるという当たり前の説を基礎にしているということである。厳密でない推測や実験や考察をしてからでなければ厳密な証明はできないという指摘は正しいが、それは自命のことであって誰も否定しようとはしない。だとすれば、そんな仕方で陳腐な真実に基づいて数学の哲学を特徴づけるのは筋違いというものである。 カール・ワイエル・シュトラスのような数学者たちが所定理を1から証明しようとしたとき、ライプニッツやニュートンの微積分法が再検討された。そこには一切特別なことも興味深いこともない。それはもっと一般的な厳密でないものの考え方のトレンドと合致しているからであり、こうした考え方が後になって厳密化される。数学研究の対象と、 数学研究の対象の研究とを明確に区別すべきである。おそらく前者は大幅に変化しない。後者は絶えず変動している。社会理論が論じるのは後者であり、プラトニズム等が論じるのは前者である。しかし、社会構築主義的な立場の支持者からはこういう批判は門前払いされている。なぜならそうした批判は数学の対象そのものが、 社会的構築物であることに気づいていないからである。社会構築主義によれば、こうした対象は何よりまず、人間の文化の領域に存在する、記号学的な対象なのであり、物理的形態を与えられた記号を用いて、個体内に構築物を生じさせるという、社会的実践によって維持される。社会構築主義が考察しているのは、人間の文化の領域が、プラトニズムの王国や、 その他の物理世界を超えた天国的な存在領域に物化されるということなのであり、それは長らく慣習的に続いてきたカテゴリー作語なのである。1960年代から1990年代になると数学がなぜ役に立つのかということに対して基礎付けや正しい回答を探そうとする考え方が本当は違うのではないかと考える運動が、 数学における真理が何を意味するのかをめぐる精密な、議論や、証明のような数学者に、特有の営みに焦点を当てることに変わって、成長した。出発点となったのは、物理学者の友人ウィグナーの名高い1960年の、論文、自然科学における数学の不合理な有効性、The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences であった。 ウィックナーはこの論文において、数学と物理学の幸福な合致は、大変よく調和しているが、不合理であり説明しがたいと思われると述べている。正徒理論や認知言語学といった学派は、こうした疑義に対する返答であるが、提起された議論をこれらの学派に限定することは、難しい。準経験論同様の事柄のうち、実際には既存の学派に直接反対しているわけでは、ないが、 既存学派が焦点にしている考え方に疑義を唱えているのが、数学における準経験論の観念である。この観念は、数学の基礎づけが存在するという証明は決して、できないであろうというニズ世紀後半に次第に、一般的になっていた革新から生まれた。これは数学におけるポストモダニズムと呼ばれることもあるが、この用語は、論者によって乱用されていたり、 中傷の的になっていることは否めない。準経験論によれば、数学者は、研究を行う際に、定理の証明だけではなく仮説の検証も行っている。数学的論証は、前提から結論に至る真理を伝えることもできるし、結論から前提に至る虚偽を伝えることもある。イムレ・ラカトシュは、カール・ポパーの科学哲学に示唆を受けて、準経験論を発展させた。 イムレ・ラカトシュの数学の哲学は一種の社会構築主義と見られることもあるが本人はそれを意図していたわけではなかった。こうした方法は常にフォーク数学の一部であった。フォーク数学によって偉大な計算、測定の作業が行われることがある。実際文化によっては証明とはこうした方法のことである場合もある。かつてヒラリー・パトナムは 数学的実在論の立場に立つなら、どんな理論でも、純経験論的方法を含まざるを得ないと述べた、ことがある。パトナムによれば、初めて数学をしてみた、宇宙人は、まず純経験論的方法に頼るのであって、できれば厳密で、合理的な証明は差し控えたいと思うのではないか。そして、それでも、なお数学を行っていることになるのではないか、と想像している。 ことによると、彼らが計算を誤る危険はほんの少し大きいかも、しれないが。この点の詳細な論証は、トーマス・タイマクソ、ニュー・ディレクションズ・イン・ザ・フィロソフィー・オブ・マスマティクス・アン・アンソロジー、1998に掲載された、パトナムの論文フォワット・イズマ・セマティカル・トゥルースを参照。数学と哲学の統一数学的記号法や、数学的文化を、よく理解して、 旧来の形事上学的観念を上記の学派の特殊な形事上学的観念と結びつけることができるまでになる哲学者は多くない。ややもすればこのことは数学者と哲学者の断絶を生んでしまう。この断絶ゆえに数学者たちの中には信用に値しない哲学をいつまでも公言し続ける者も,もいる。そうした方が 己の仕事を活性化してくれる世界観があるはずだと信じる彼ら数学者たちの普段の信念にかなうからであろう。社会理論や純経験論、中でも正徳理論は現場の数学者の営みが包含している特有の認識の仕方にもっと目を向けようと試みたのであったが、実際のところこの認識論を日常的な人間の知覚や日々行われる、 知識習得と関連づけるまではいかなかなった数学の言語と自然言語20世紀の言語哲学の革新は数学がしばしば言われるように科学の言語であるかどうかという問題への関心を新たにさせた数学者や物理学者の多くは数学は言語であるという言名を正しいものと認めているが言語学者はこの種の言明の意味を検討しなければならないと 考えている。例えば、言語学が用いる道具は、数学の記号体系全般には適用されない。すなわち数学は、他の言語とは著しく異なる仕方で研究される。たとえ数学が言語であるとしても、それは、自然言語とは異なるタイプの言語である。実際、数学という言語は明確かつ特定の意味を、担わなくてはいけないから、言語学者が研究する。 自然言語よりも、はるかに窮屈である。しかしながら、フレーゲとタルスキが、数学的言語の研究のために暗出した方法が、タルスキの学生であったリチャード・モンタギューや、形式意味論の分野で研究している他の言語学者たちによって大幅に発展し、数学的言語と自然言語との違いは、見かけほど大きくないかもしれないということを明らかにしている。 多くの現場の数学者は、自分が課題とするテーマに対してある、種の美的感覚を感じるがゆえに、そのテーマに引き付けられている。哲学は、哲学者に任せ、数学者は数学に変えろうという意見を時折聞くが、それはおそらく、数学の美がそこにあるからなのである。H.E. ハントリーは、著書、黄金比で、他人によって、数学上の定理が証明されるのを読んだり、 理解したりしたいという感情は芸術の傑作を鑑賞したいという気持ちに通じると述べている。証明を読む読者はその証明を行った元々の著者と同じように理解できたとき著者に負けない爽快さを感じる。ハントリーによればそれは芸術の鑑賞者がその作品を描いた画家や造形した彫刻家と同様の爽快さを感じるのと同じようなものなのである。 実際、数学や科学の著作を文学に対するような仕方で研究することができる。フィリップ・ジェデイビスとルーベン・ハーシュは、数学的美の感覚は現場の数学者たちにとって普遍的なものであると述べている。例えば、数学者たちが2が無理数であることを証明する仕方には2種類ある。第一のやり方はエウクレーデスによって始められた伝統的な証明法で、 入り法を用いる。第2のやり方は、算術の基本定理に関連する、もっと直接的な証明法であるが、デイビスとハーシュによれば、これが、問題の核心をつくものである。つまり、第1の証明法より、第2の証明法の方が、問題の本質に、近いがゆえに、数学者たちは、校舎の方を美的関心をそそられる。ポール・エルデッシュの有名な例では、 最もエレガントないし、最も美的な数学的証明が掲載された一冊の本があると仮定されている。結果として、最もエレガントな証明が一つであるかどうかは意見が分かれる。グレゴリー・チャイティンはこの考えに反対している。数学者の美的感覚やエレガントさの感覚はどう見ても曖昧もことしているという批判が哲学者たちによって何度も行われてきた。とはいえ、 数学の哲学者も同様に二つの証明がどちらも論理的に正しい場合、どちらかが他方より望ましいと言える理由は何かを探し求めてきた。数学に関する美学のもう一つの側面は、非倫理的とか不穏等とされる目的のために数学を使うことができるということに対する数学者の見解である。この見解を説明したものの中で最も有名なのは、 G.H. ハーディの著書、一数学者の弁明に見出される。ハーディによれば、純粋数学は戦争その他の目的のために用いることができないがゆえに、応用数学よりも美的に優れている。哲学の数学とは、数学の一分野で数学的方法を用いて、哲学的問題にアプローチしようとするものである。例えば、合理主義では、 様々な状況のもとで行うべき最善の行動が何かを明らかにするために快楽と苦痛という名の計測単位を用いていろいろな複雑な公式を作ったりする。ありがとうございます。